なのでそこの土地、水の流れ方、あと歴史を勉強することで、で日本料理は何かとか全部、日本料理の起こりは奈良時代が最初で、その後に京都のとこで天皇がこう年中行事の中で、その行事食っていうのをやったところから日本料理の文献が始まる。ことが分かると、これからどういう料理をやっていけばいいかって分かっちゃうんですね。これからどういう気候だって、どういう今交通機関がこうなってるから、どういう料理をこれからやっていけばいいかっていうのが答えが出てくる。でも言うとみんな真似しちゃいますから。もともとフレンチでやってたので、最初にイタリア料理に入って、で2年やって、である日フランス料理に食べに行ったら感動して、で、ここで働かせてくださいって言ったら、何やってるのってイタリアンですって言ったら、そのまま門前払いされた。その当時イタリアンはエスニックの一つだった。ただそこのレストランで食べた時のデザートがシャーベットだった。ということは、イタリア、フランス菓子を覚えればフランス料理やれると思って、フランス菓子だとまだ敷居が低かったんです。でフランス菓子のとこに入って、そこで1年半やって、でそこからやっとフランス料理に入ってきた。っていうふうに、だからこの時壁になったら何すればいいかっていう時、あそこシャーベットだったからここが狙い目だと思ったんです。だって、でうちは結構野草とか使うんですけども、とにかくいつもピンチだらけで、アルケッチャーノやった時もスタッフにお金が払えなかったので、じゃあ食材費かけれないと、じゃあってことで野草を使って自分で取りに行って料理して、スタッフにお給料払う。そしたらビーパルっていう本で、山形県の庄内に日本のハーブを使いこなす料理人がいる、特集されたと。一応全部かっこいいこと言ってたんですけど、実はスタッフの給料払えないっていう。でも奥田さんの先ほどの講演会も、やっぱりそのピンチをチャンスにしているなっていうのをすごく感じました。その何か悪いことがあった時に、それをそれだったらあもうダメだってなっちゃうんですけど、それを逆にじゃどうしたらいいかってそこで考えて、で前に進んで、そうすることでまた広がって今道が開けてるんだなっていうのをすごく感じました。結構賛否両論あるんですけど、何も終わらないよりは賛否両論あった方がいい。そうだ、どっちも人が気にしてるってことです。賛否両論あった方が。あとよく思い込みが激しいと、よくあの人思い込み激しくてって言われるんですけど、思い込みは激しい方がいいです。感じがなら始まるって今本で出てますからね。思い込んで思い込んでると、そうそう。はい、いろんなことが実現する。で人が見えないところが見えるみたいな、思い込みが激しい、はい、あとよくエコひいきするなって言いますけど、うちのスタッフは全員エコひいきしてる。うちのお店はエコひいきしてる。最初に面接の時に言います、エコひいきするよっていうのは、エコひいきシェフに気に入られないと、今度自分が店持った時にお客さんから気に入られないので、エコひいきされるために何したらいいか。ちなみにうちのお店の社員の給料13万8000円。私ボーナスの時に売った分を全部最後山分けするんです、うん、その時に、ところが頑張れなかった子は0円、うん、もらえる子が45万円、うん、やらなかった子に13万やって、横列でこう十何人作って200万やるようだったら、こっちの頑張った子にバン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 です、うん、っていう、もう完全に実力主義です。
あとは人それぞれ幸福論が違うので、このお金をもらったとしても神さんから全部持ってかれるスタッフちゃんと一人一人実は考えてる。そういうことは15万やって残りの30万でイタリアに連れて、それは研修旅行、これ全部やると全部家から持ってかれる。そうやってやったり、あと全部スタッフでも時間が欲しいスタッフとかの場合には、社員のところからそこのままパートにして12万円というふうにして、時間がだから時間があると幸せな人と、お金があると幸せな人と、向上心があって幸せな人という、それに会社が合わせるっていうのをやってるために、歩けちゃうのは会社説明だと思って、アルケッチャーノとイルケってあって、でここに銀座にサンダンジェロってあって、これが会社で、これが会社で、これが個人 で入ってきた見習いの子はここに最初所属します。で3ヶ月間は会社にお金を作らないので7万円で、このあとここで彼女ができちゃったりして結婚するときには不要とかになった方がいいので、イルケッチャーノに所属が変わります。で社会保険とかつきます。